はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。まもるです。はい、パート30ですね。ここで急展開ということで、カワハギ職人が骨砕き職人によって殺されました。そして、ここに、祭壇に来たら、あれですね、スコールさんが死んでいたと。なんていうことだ。もうすでに皮は剥がれていたということですね。はい、続きです。まだやることがある。目の前でシルバーハンドを震え上がらせてやる。最初の目標は何だ？ウースラドのかけらを求めてシルバーハンドが世界中を探し回ってるわ。一団がイーストマーチに身を隠したわ。取り戻して、私たち全員の名誉のために。スコールさん、あんたはいい人だった。シルバーハンドに戦いを挑んだんですって。その場にいたかったわ、あなたのそばに。いや、いたよ。そばにいましたけど、もう忘れたんですか？おー、いっぱい持ってますね。もうドワーフなんて持ってんですか。いや、本当に強かったですね、こいつ。カワハギ職人クレブ。ちょっと暗いんで照明使います。照明の魔法。こんなもんかね。はい、先に進みましょう。まあ次はウースラの破片ですね。はい、ここに出ました。はい、敵がいましたね。おっとおっと。ターンと味わったから。よし、さっさと戻りましょうかね。こっちでしたかね、確か。あれ、ここは違いましたね。こっちですね。まあ一度来た場所はね、忘れないんで、大丈夫です。いや、まさかスコールさんが死んでしまうとは思いませんでしたね。あんなに、かっこいいスコールさんでしたが、一番優しくて、いい人だったのに、一人で突っ込んだりなんかするから、そういうことになるんです。一緒に行けばよかったのに。まあ俺一人でも楽勝でしたね。レベル上がるとこうも違うもんですね。あんなに苦戦してたらもう楽勝すぎて。あれでしたね。もう一撃で死んでしまうという。で、
これですね、奪還ということで。どこに行けばいいのかな。ここですね。ここ行くためにはこう来てこう回って大回りしていかないといけないわけですね。大変です。大変な道のりなんで、まず一旦ここ行って、まあ売りたいと思います。この動画では初めてですね、売るっていうのは。まあ、その、皆さんは、まあ、商品がね、どんな感じで売られているのかとか、まあ、レベルによって売っているものは異なるんですが、あれですね、そういう売り買いで、その話術とかも上がるんですよ、スキル。なので、まあ、皆さんも参考になっていただけたらいいと思いますね。あいにく夜ですね。ちょっと朝まで待ちます。こうやってね、待機して待てるんですね。まあ前にも言ったような気がしますがもうわけわかんなくなってますね。前に行ったとかも覚えてないです。前にも言った通り、この動画は多分一番自分がやってると思うんでね。皆さんはもうあれですね、もうやめてしまったりとかして、もうやってないですね。寂しいですね。ホワイトランチっての鍵屋は、探してるのはボム？それとも武器？こいつはね、こんなもんを売ってます。こういう不樹とかのやつも売ってますね。あんまりいいのは売ってませんね。気候資料紙、これだって全然違いますよね、本当に。はい、話術が上がりましたね。何か必要なものがあったら店の中も見ていってちょうだい。すごいね、かわいそうだったんで、あれですね、まだありますね。もうちょっと売っていきたいと思います。この鍛冶屋はね、鍛冶屋でその売るものが違うんですね。その武器とかしか売れないんです。だけど、このベレソワ雑貨店なら、この何でも屋なんで、まあ、自分が持った何でもですね、売れます。なので、ここは重宝してますね。すごいいいところです。何でも売るぞ、友よ。何でもだ。自分に姉妹がいたなら、すぐにでも売り払うんだね。面白い冗談ですね。お前の身内を買ったっていいね。軽い冗談さ。ガラクタだって言う人もいるけど、俺は宝物って言うんだよ。じゃあ君の身内を売るよ。君の身内いくらかい？2000ゴールドもたまりましたね。もうちょっとで家買えますね。ここの家はプリズムホール
ホールかな、そういう名前の家だったと思います。まあそこ買いたいと思いますね。まあその前にまあいいですね。よし、じゃあここ冒険します。隠れ、ここですね。バルトヘイムタワーに行って、で、まず、砦を目指します。砦っていうか、釣られちゃってますね。バルトヘイム砦だったんで、砦に行きますとか言っておきながら。まあ、実際向かうのは洞窟です。タラスは人類の英雄神であり、その信仰は現在帝国軍に禁じられているものの、使える者ノルドたちはお構いなしに信仰を続けている。タロス神ってタイパーセプティムのことですよね。まあ私はオーリビオンをやっていたので、まあほんのちょっとですね。出てきてからもう数十秒、いや違う、数分ですね。数分で死んでしまったんでね。あ、懐かしいですね。あ、またいますよ。止まれ。ここは有料道路なんだよ。私たちの道を通りたかったら200ゴールド払いな。お金はない。50ゴールドでどうだ?通してくれればお前を殺さないです。おや、あらわたをまき散らされるってのに強気だね。君の内臓いくらで売れるかな。軽い冗談だよ。君の内臓、ほら内臓、うわいっぱい来ましたよ。本当にまったくいっぱい連れてくるとはなんて卑怯な。1対5か、それぐらいですね、数にして。まあこんなやつら戦ってしまわないのでほっときます。だいぶなんかあれですよね、たくましくなりましたよね、ヨルドが変わって。でこの次の上が確かオークでしたかね、多分ですけど、多分オークだと思います。オークのヨルドはかっこいいですよ。まあその鉄っていう感じですかね。景色がいいですね。川の流れ、あんなとこに鉱物がありますね。掘りたいですね。時計がゆっくり過ぎていきます。これね、敵はね、無限なんですよ。まあ、しばらくすると生き返るっていうシステムなんで、まあ、トゥーワールド2みたいに、あんな風にあれですね、なりません。あれ、トゥーワールド2はもう死んでしまうともう二度と生き返らないっていうシステムだったんで、ほんと驚きですよね。はい、ここで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。